はいどうも、なおちんです。さあ今日は妖怪ウォッチ4をやっていきます。よろしくお願いします。バスターズキャンプまで来ましたけども、忘れてた。レベルってさ、バスターズと、ストーリーモードって別だったね。なので全キャラレベル1です。全部1。これちょっとメインから持ってこようかな。あまりにも時間がかかりすぎる。で、出動でね、クエストもやりたいんだけども、これも全然進んでないのよ。これ、だいぶかかるっしょ。だいぶかかるよね。なので、ちょっとキャラクターは移動しましょう。そうしないとちょっとこれは時間かかりすぎる。まあ、とりあえず、今日はここ、行きましょう。のぼせトンマン。では、行きますね。クロトンとは戦いたくないなぁ。クロトン嫌だなぁ。いやでもね、この次は確かクロトンなんだよね。でもノーマルだったらまだ全然倒せるとは思うんだけど、極クロトンのあの硬さがね、キラー装備ないとまあ無理なんだよなぁ。でもここは全然まだ余裕だ。全員レベル1なんだけど、まだいける。倒し方すらちょっと忘れてるから、いやでもいけるな。どういう攻撃するかっていうのはある程度は覚えてるとは思うんだけど、まあまあ思い出しながら行こう。まずはノーマルクエストからだから。そうかここでバシバシ叩いて鬼玉を出すんだ。そうかまあまあでもまだノーマルだからね、全然大した数出すことはないです。では行くぞー。この減り方だったら余裕だわ。この減り方だったら全然いける。神の居合はいいね、めちゃ効くね。はい、この石鹸は食らっちゃダメ。そうこの石鹸はダメだった。しゃあ、おお、まあまあそこそこのダメージだ。ちょっと待って、どうやったっけ。こうね。オッケー。違う、こうだ思い出した。いいか、取り付け解除したよ。していいか。やべえ、揺れ上がりされた。ちょっと夏目待って。オッケー。ちょっと待って、こんなところで行き詰まってはないけど、そうトンマンにかけなきゃいけないんだ。そうギャー、よし行くぞ。やられてる。そうかここ仲間が、そうだ、溶岩の中に突っ込んでやられちゃうんだ。そうコンピューターここダメだった。オッケー、思い出してきた。でも時間がかかるぞこれは。はい、では戻ってきました。ちょっとねこれ妖怪を入れ替えないと時間がかかりすぎるので、ちょっとレベル99のやつを10体ぐらい送り込もうかな。そうするとまあ行きやすいでしょう。いやーでもミッションが全然出てない。まあとりあえずこれを全部、解放しましょうね。しよう。で、マルチプレイはどんな感じなんだ今。一応今夕方ちょっと前ぐらいです。昼過ぎ。いるね。解雇したい。どういうこと。改造交換したいっていう意味だな。いやでも雷電竜とかいる。オッケー。これは夜とかやれば結構盛り上がってそうなので、とりあえず
早くランクを上げていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。